前半、先制ゴールを挙げ選手らと喜ぶ長崎の DF のチェキュベック、背中、撮影、白石智彦、より小さい YB シール番杯、神戸2の、2長崎、ゆいちじり。第1節、7日、ノエスタホームのヴィッセル神戸が FW ポドルスキの2ゴールで同点に追いつき、V、ファーレン長崎と引き分けた。長崎が先行した。前半3分、MF 前田の FK に DF チェキュベックが頭で合わせて先制。同44分に MF 名倉のボレーシュートで追加点を奪った。後半に入ると、神戸の反撃が始まった。同7分に FW ポドルスキが FK を直接決め1点差に迫った。10分後にはペナルティーエリア手前から左足を振り抜いて、強烈なミドルシュートをネットに突き刺し、同点に追いついた。